待ってる間に電車が出発してしまったので、この代わりに地元でラーメンラリーの景品ゲットできました。こちらが神奈川県のドローンコースオリジナル箸です。スタンプ2個で交換していただけるものです。スタンプラリー2と初めて参加したんですけど、意外と楽しかったです。美味しいものにも出会いましたし、来年もこういうイベントをしていただけるといいなぁなんて思いました。それではこの三街道乗り換え砦駅の電車に乗って石毛駅に向かいたいと思います。石毛駅にやってきました。ここでは日本酒大好き、お酒大好きな方喜んでいただけるようなぶらり旅をしたいと思います。目的の酒造店は石毛駅から徒歩4分のところにあるそうです。すぐ着いちゃいますね。どうやらここみたいです。見えてきました、こちらです。こちらが山中酒造店さんと言います。こちらの酒造店さんでは上層店1日フリー切符を持っていると試飲の手続きが必要なので、早速行ってきましょう。ごめんください。私もいただきます。いい琥珀色だな。いただきます。でもスーッと入ってきますね。飲みやすいです。ちょっとここら辺があったかくなるような。というわけで山中酒造店さんでお酒の試飲やってみました。結構美味しかったですね。本当にいいお酒だなと思いました。で今日試飲させていただいたお酒ありました。初絞り後でゆっくりいただきたいなと思います。貫徹上層線ぶらり旅後編もあっという間にクライマックスとなりました。最後に訪れるのは新守谷駅です。前編でも散々ラーメンを食べたんですけども、では再び石毛駅に戻って電車に乗りましょう。再び石毛駅のホームに戻ってきました。次の電車の到着が16時51分の快速電車ということで、実を言うとその快速電車は新守谷駅に止まりませんということで、三街道駅で普通電車に乗って新守谷駅に向かいたいと思います。
のホリデー行きの電車に乗りまして、新守谷駅に帰りたいと思います。新守谷駅到着しました。さて、お酒も飲みました。ラーメンもたくさん食べました。もう一杯ガツンとラーメンで締めたいと思います。では今回の関鉄上総線ぶらり旅トリを飾る最後のお店、まあラーメン店って言っちゃってますけど、新守谷駅から徒歩1分の場所にあるラーメン店です。もう見えてます。調べた限りではそんなに混み合ってないらしいので、それを信じて行ってみたいと思います。こちらのお店ですね、ラーメンショップ新守谷店さん。こちらで上総線1日フリー切符見せると、ラーメンを注文したら餃子が1皿無料でついてきます。入ってきましょうか。あとは撮影 OK してくれるかな。今回の関鉄上総線ぶらり旅、楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。